霞すみたまの現世現段チャンネル呪いの箱10年以上前の話です私は仕事で船に乗っていました船といっても漁船ではなく貨物を運搬するいわゆる 商船です。私が勤めていた会社は、そこまで船員の数が多くないため、少ない人数で休みを回すしかなく、長い時間を船で過ごしております。とある港で荷物の積み下ろしをして、船を離岸した後、船員の一人が船の通路で小さい箱のようなものを拾いました。 その箱は真四角の両手で包めるくらいの大きさです。材質は鉄製で青くかなり色あせており、うっすらと繋ぎ目のようなものが見えます。振るとわずかに音がするので中に何か入っているのは間違いないんですが、開け方がわからず何が入っているのかはわかりませんでした。 私を含め他の船員も誰もそんなものは知らないとのことだったので、さっきの港で船に出入りしていた人が落としたんだろう。連絡があれば次の港で郵送してもらうなりすればいい。ということで船のサロンに置いていました。翌日から船員の身内に不幸が起こるようになりました。幸い死人は出なかったんですが、 奥さんや子供が事故などで病院に運ばれたりしました。次の港で身内が怪我をしてしまった人と休暇の人間が急遽入れ替わることになりましたが、私は一人身で親も早くに亡くしてしまっているため、何事もなく、そのまま船に残ることになりました。船員は男性が多いんですが、 私の会社の船員には一人だけ女性がおり、その方を A さんとします。今回の騒動でその A さんも船に乗ることになり、港を離岸した翌日のことでした。サロンで A さんと談笑していると、この箱は何と聞かれました。そういえば何の連絡もなかったので忘れてたな、と敬意を説明し、二人で箱をいじっていました。 そこで急に A さんが椅子から立ち上がり、壁に向かって頭をぶつけ始めたんです。私は突然の出来事でフリーズしましたが、なぜか上着のポケットに箱を入れ、すぐに A さんを押さえつけて他の船員を呼びました。その間も A さんは、う <laughs> と低い声でうなりながら暴れています。 集まった人間で押さえながら寝室へ運び込み様子を見ていると気を失ったのか収まりました次に泊まる港は近くだったのでそれから2時間ほどで到着し再度入れ替わる形で A さんが病院へ運ばれ付き添いで私も降りることになりました病院で目を覚ました A さんは何も覚えておらず 大事をとって入院することになり、私はそのまま休暇ということになりました。ポケットに入れていた箱のことを思い出し、そういえばこの箱を見つけてからこの一連の騒動が起こったことに気がつくと、急に怖くなりました。知り合いに霊感の強い人がいたので、電話で相談してみたところ、実物を見ていないので何とも言えないが、念のためお払いをしてもらった方がいい。 とのことで、B さんという方を紹介してもらい、翌日には B さんのもとへ向かいました。B さんは初老のこわもての男性で、会った途端に、あんた、えげつないものを持ってきたみたいやな、と言ってきました。私は、この箱のことですかと聞くと、それは呪物の類やけど、そんじ女そこらのものとは比べもんにならん。 幸い力はだいぶ弱まってるみたいやから、死人は出んかったみたいやけど、俺では対処しきれん。とりあえず預かって専門的なところへ持っていくことにする。とのことでした。私は、その箱はそんなにまずいものなんですかそれとも、中に入っているものがまずいのでしょうかと聞いたところ、中身がこの呪物の本質で箱を壊したりしてたらやばかったやろうな。 と言われ、私が、ちなみに何が入っているのか、B さんはわかるんですかと聞くと、正確にはわからんけど、予想はできる。やけど、それを聞いたら、後悔することになるで。と言われ、私はそれ以上の追求を諦めて、箱を B さんに任せました。それ以降、私には何も起こっておりませんが、 A さんはその出来事から数ヶ月後に原因不明で急死してしまい、B さんとは連絡が取れなくなっています。一体あの箱の中身は何だったんでしょうかネットでたまたま見つけた怖い話の中に似たような箱が出てくる話がありました。有名な話みたいなので好きな人はご存知かもしれないです。材質などが違うので、 同じものなのか、せて作られたものなのか、全く違うものなのかはわかりませんが、同じ類のものだったとすれば、中に入っていたものは、と考えると、気分が悪くなります。以上、何か霊的なものが出てくるわけでもなく、箱の正体もわからずじまいで、何とも言えない結末ですが、私はすごく怖かったので、 投稿させていただきました。